じゃあちょっとここでライブ告知させていただきます。路上ライブもこれからさせていただくということで、今日1回目なんですけどこれから路上ライブさせていただくっていうことで、今日が1回目なんですけど、はい、すいません、ちょっとハプニングが発生です、すいません、はい、止まりました。路上ライブ今日1回目ということで、緊張しながら、皆さんの温かい声援に見守られながらやらせてもらってます。ありがとうございます。自己紹介なんですけど、私、イオナと言います。ミミという、アルファベットで MIMI と書いてミミというユニットの、イオナと言います。イオナです。よくオーと間違えられるんですけど、イオです、イオナです。マジカルタルルートくんご存知の方いますか？ありがとうございます。結構少ないですね。なんかこう年代の差ですか、これは違うんですかねありがとうございます。で、マジカルタルルートくんのイオナちゃんっていうキャラクターがすごい可愛かったんで、イオナという名前になったわけなんですけど、なのでイオナなんですけど、あだ名があります。覚えていてください。イオナルチェというあだ名があります。イオナルチェです。はいはい、わかりました。わかりました。イオナルイオナルチェ、ありがとうございます。はいはい、はい、こっちの皆さんも覚えてくれました？覚えてくれた人、あれ誰もいないんですか？あれ、ありがとうございます、ありがとうございます、さすがさすが、ありがとうございます。はい、そんな優しい皆さんに見守られて第1回目の路上ライブさせていただけて光栄です。ありがとうございます。皆さんすごい素敵な方ばっかりなので、マナーはきっと守っていただけると思うんで、車危ないのでぜひこっちにもっと詰めてください。私に寄ってきてください。そんな私を避けないでください。ぜひ寄ってきてください。お願いしますありがとうございます。で、次、こういう路上じゃなくて会場でさせていただくライブっていうのが、6月14日に、平方ご存知ですかね。平方ちょっと遠いですけどの、クズハで、P9 カフェというところがあるんですけども、そちらの会場で、いろんな方が出られるライブです。私は全然上手くないんで、歌が好きっていうことで歌わせてもらってるんですけど、他に出られる方っていうのは本当に、着歌フルが配信されてますとか、CD シングル全国リリースされましたっていう方とかが出てるので、すごく、内容的には濃くて、充実してると思います。ちょっと噛みましたけど、なのでぜひ、来てください。チケットはここでも買えますし、私のいるお店でも買えます。なのでぜひ買いに来てください、見に来てください、お願いします。で、そんなところで次の曲いきます。聴いてください。皆さん知ってますか？鬼面組、ハイスクール鬼面組の何でしたっけ？後ろ組刺されたい。二人動けてあの人とすれ違うたび心臓が止まる、まるでねんねのようにくっついて後ろ姿をそっと見送った結構ストレス抱えちゃうんで、ぜひこっちにやってきてください。持てていくわならラビ後ろ組ピスピス刺され組、あいつはダメなやつとレーテル離れたって
後ろ指さされ組夕日沈み込んでいいあの人と愛にはぐれた恋と抱いていた誰も知らないの自分を騙せないだからだけどそんな生き方が誰かに割れてゆくわララララビン不思議貼られたってラビン不思議の指キスミ刺され組熱烈なやつの綺麗な後ろ指刺され組刺され組私だけはあの人を好きでいたい褒美され組褒美刺され組世界で私だけはあの人を好きでいたい後ろ指後ろ指刺され組刺され組